皆さんこんにちは、あみです。今日はですね、ダイエットをよくしている方にお越しいただきました。カズさんです。イエイ。どうもどうも、皆様はじめまして。という感じで、今日はダイエット中でもコンビニで食べていいものをカズさんに教えてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちなみに専門家じゃないので信じる信じないはあなた次第じゃないな。ね、はい、さっきね、一緒にお買い物しに行ってきたんだけどさ、はい、じゃじゃーんとね、ちょろちょろと用意してきました、はい、これどうしようかな。まず定番品からいこうか。そうですね。ね、やっぱ低炭水化物ね、まあ流行ってるっていうことで、はい、タンパク質をいっぱい取るということで、じゃじゃんと、じゃん、これ持った方がいいかな。カズさんといえばサラダチキンのイメージが。そんなイメージない。そんなイメージない。強いです、私。嘘。でもこれ結構メジャーだよね。そうですね。そう、すごいね、ダイエット中ここに敏感になるからね。うん。カロリーがこれ100キロちょい。はい。なのに、タンパク質が20グラムぐらいのね。こいつ何言ってんだみたいな。これすごいんだよ、これ。本当に。これどのコンビニ行ってもある、多分。そうですね、今。セブン行ってもあるし、うん、ローソン行ってもあるし、ファミリーマート行ってもあるし、最近じゃスーパーにも置いてあるみたい。あ、そうなんですか。こういうやつが。へぇ、知らなかった。はい。だからこれは、最初美味しいけど、はい、すごい飽きてきて、でも満腹感すごいよね、飽きた時の満腹感って言ったら。そうですね。本当に独特の満腹感があります。100キロカロリーしかないのにね、うん、半分だけでもなんかお腹いっぱい。そうですね、胸いっぱいみたいな。胸いっぱいですね。まあこれはもうぜひね、皆さん、うん、もし困ったらこれ食べてくださいということで、ほなちょっと次行きましょうか。はい。すんごいメジャーどころ、やっぱご飯類が好き。そう、大好きですね、炭水化物が。そっち、穀物系とかもね。そうですね。で、まあご飯はある程度あるので、食べてもいいパン、もう素敵です。それがですね、ローソンにだけ多分売っております。ローソン、ローソン、しかも意識高いところを意識って不思議なことに田舎ではものすごい数が少ない。けど、街に行くにつれて、はい、そういうカロリーとか気にする人の人口が増えて、はい、販売されてると、この六本木ヒルズはすごい。多分、全国で一番、ブランパンが置いてあるところでございます。そう、これ1個あたり60キロカロリーぐらいしかない。そうですね。2つで120キロカロリー。はい。カロリー言うと、おにぎり1個分みたいな。2つで。2つも食べて。しかもこれは結構美味しいの。これ食べたことある？ないです。そう、あ、今ちょっと食べてみたら、これ。あ、いいですか、いただいて。うん、大丈夫大丈夫。ほな、おやつ、おやつ、おやつ。じゃあ、1個ずつ。あ、1個ほんと食べるわ。ちょっと、食べないですか？お腹減ってきたなと思って。よかったら。はいはい。初のブラウンパン。どうぞどうぞ、これ。はい、じゃあちょっといただきます。パンだ。中がもっちりしてます、すごく。これすごいんだよ。これでカロリーが少ないんですもんね、うん、これダイエット中、自宅で作ってたんやけど、このブランパン作ってたんですか。そう、こんな柔らかくできん。すごい、本当にローソンのブランパン技術はこれ。へー、あ、自分で作ると結構カチカチめに。そう、カチカチめ。またこれのポイントは、はい、タンパク質だからね。ちょっとなんか難しい話になってるな。これ肉みたいなもんだから、パンの肉みたいな。はい。なんと1個あたり 6g 入ってんの、これ。すごい、すごいよ、これは。すごいですよね、だってだってこれで、これめちゃめちゃ優秀なやつだからね、うん、そうですよ、チキンだから、うん、タンパク質の塊なんです、うん、これはパンで 6g もタンパク質がある。ある。すごい。で、ダイエットやっぱ筋肉つけるのが一番だから。はい。あ、ほんで、まあ、まだ、なんか、ね、でっかいのも買ってきちゃったんだけど、なんか食べながら喋るんじゃなくて。これは一緒。20g あるで、このサラダチキンと一緒の量のタンパク質が入ってる。でもこれ、六本木ヒルズぐらいでしか見たことないけど。私もだろ、見たこと
ことないと思いますね。いやー本当にね、これローソンの関係者見てないかな、これ増やしてください。必ず置くようにしましょうって、あの全国のローソンに地元何店舗もあるかね、本当に置いてほしいです。あのないって子いっぱいいるからね。ローソンあるけどブランパン置いてないみたいな。そうですね、うん、今これ見てる方も多分買えない方があの大勢いらっしゃいます。本当に大勢いらっしゃいます。そう、私も家に帰ったらちょっと買えないかもしれない。東京来た時に買いだめね、買いだめして家で冷凍しとくぐらいで、ね、そうですね。これだからダイエット中でもパンが食べられるってことですもんね。そう、すごい素敵。結構ストレスたまるからね、みんな。そうですね、ダイエット中は、うん、いつもこれ東京来るときこれかじってる、いつも食べちゃって普通に。うまいもんこれ。おいしいです。うん、いやもう基本はこんで OK。 はい、もうチキンサラダとブランパン食べとけばもう3ヶ月ぐらいはもうガリガリになってる。ガリ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 になってるわ、こんなん。だってこの2つでもたったカロリー300キロカロリーぐらいで、いやもっと食べんとあかんぐらいや。あ、本当ですか。うん、やっぱ1食500キロカロリーぐらい食べたいでの。女性もですか、それは。うん、女性もフォアロの女性なんかたまにえげつないダイエットする。あかんよ、こんなしたら。はい。アイスクリームしか食べないとか。ほら、体悪くして痩せるタイプのやつや、それ。私はやったことないですけどね。ほんと？周りの子はやっぱ。なんでもインターネットで調べるとさ、ポテトチップス、ダイエットってやると、出てきたりとか。ほんとですか？なんでも出てくる、ほんとに。ガリガリ君ダイエットでも出てくると思うよ。ガリガリ君3食で。あの、体壊すと思う。壊しますよね、あの、うん、もう絶対ダメだよ。ダメです、ダメだよ、みんな絶対ダメです。でははい、次がはいラストということで、ラストです。サラダをちょっと買ってまいりました。はい、2つのサラダ、まあこれはもう、まあ食べても食べなくてもどうでもいいんだけど例えばこっち、はい、こっちだとカロリーがね、30キロカロリーぐらいかな、32キロカロリー。はい、だけど横にあるこのヘルシーそうなやつ、うん、なんとこれは300キロカロリーぐらい10倍ぐらいあるわけ。そうなんですよ。これちょっと見せてあげたらいいんじゃない、うん、なんか結構根菜類がね、うん、そうですね、くんだよこれ。あの人参やら、うん、何やろ、かぼちゃ、かぼちゃ根菜類になるかな、そうです、よくわからんけど根菜なのかな、うん、でも炭水化物ですね。うん、これ系が結構効くの。すごい、でもヘルシーそうに見えるですよね。そう、ほんで、やっぱあの、コンビニでご飯を食べるとき、買うときは、あの、カロリー表示をね、あの、皆さん見るようにという感じで。はい。ほんで、本日の動画終わりになる。そうですね、カロリー表示。はい、そう。カロリー表示を見るようにしましょうと。うん。タンパク質も大事ですね。だいたい500キロカロリーぐらいに抑えて、ほんで、タンパク質多めみたいな食事にしましょうっていう感じで、はい、私は痩せましたと。はい。編集頑張ってね。はい。あの、ポンポンって出る。なら、こっちに僕の太ったやつ、ポンと置いておきまして、はい、これが、だいたい3ヶ月で、ポンとなりました。はい。基本的に、筋トレを週に1時間と、こういう食事をすると、一部の人はこうなります。一部の人、そう、一部の人は。そうですね。しっかり筋トレして、しっかりこういう食事をすると、こうなります、うん、ということでございます。はい。はい。ありがとうございます。いえいえ。写真までお借りして。送っとくね、後で。お願いします。はい。はい、ということで、はい、これから夏なので、ダイエットするって方は、しっかり、コンビニでご飯を買うときも、タンパク質、カロリーしっかりチェックして、買ってみてください。コンビニで食べてもいいものを教えてもらいました。はい、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそどうもーって。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。